ちなみにだけど、原付きは俺、あの、一回落ちてるんですよ、俺も。実は、俺も原付きを一回落ちてて、で、あと、その、普通免許も、えー、っとね、普通免許の教習所のなんか中間テストみたいなのがあるんですけど、それも、実は、あの、一回だか二回だか忘れたけど、一回か二回落ちてるんですよ。でも、あの、それ、それちょっと言い訳させてください。それには、あの、言い訳させて。 ね、うん、俺、その時、全く勉強しないで行ったから。マジで、ガチで、勉強ゼロで行ったんですよ、うん。で、なんで、じゃあ勉強ゼロで行ったかっていうと、俺、別に原付免許取りたくなかったの、うん、取りたくないし、別に勉強も一切しない。本当にマジで、一切しないからね。だから落ちたんですよ。うん、あのね、正確に言うと、その、あ、正確っていうか、詳細を言うと、 と、あのー、僕がね、十、七ぐらいだったかな。十七とか八ぐらいだと。十七か。あ、でも、そうだ。同級生そもそも十八になってからすぐ免許取り行ってるから、十、十六か十七ぐらいだわ。あの、バイ、えっ、ー、と、原付きのバイクって、その十六ぐらいから取れるじゃん。十、確か十六から取れるじゃん。じゃあなんでよけたいやだ、それを今から言うんだよ。で、同級生がいたんですよ。で、同級生がいて、原付きの免許を取りに行きたいって言ってたんですよ。 で、ついてきてとかって言われて、えー、っつって、あ別に俺取らないしっつって、原付きの免許取りたくないしっつって言って、いや、いいじゃんとかっつって、ついてきてよって言われてで、それでついてったんですよ。で、それで、ついでにお前も受ければって言われて、だって待ってんの暇でしょって言われて、まあ確かにと思って、いや、でもいいよ、めんどくせえし、しかも別に勉強とか俺してないもんって言ったら、いや、なんか原付きの,の免許って、なんか、 結構合格率高いし、ワンチャン勉強してなくても取れんじゃないって言われて、はぁって言って、リアル気もないんだけど、行って、マジで一切勉強しないから。だ、それは、そうそう、いや、本当だから、そう、ツレション感覚の受験みたいな。だ、それは、だから、まあ、俺あ、あれはもう受験のうち入ってないと思ってるから。これは本当の話よ。うん。だ勉強とかマジで一切してないからね。さすがにそれだと落ちるし、しかもそもそも取る気もなかったし。うん、<laughs> そう。 そういう流れで一回落ちてます、はい。でもそれって、でも落ちたうち入んないじゃん。だって、そもそも勉強ゼロは無理だから。うん、と、あと、その、教習所を一回、あの、やめてるんですけど、で、それも、あの、言い訳させてもらうと、あの、それもね、友達に無理やり連れてかされたんですよ。いやお前 免許ぐらい取った方がいいよ、やべえって、みたいな感じで言われて、で、何歳だったかな二十、20 20歳ぐらいの頃だったかな、うん、で、周りがもう十八でみんな取ってて、俺多分二十歳ぐらいだと思うんですけど、なんかもう友達が、いや、俺多分別に免許取りたくね、しつけよって言ったんだけど、俺別に取り、免許なんて、ね、あの、人引いたらおしまいだし、ね。 俺もう取り返しつかないし、そんな怖いもの絶対乗らないし、絶対ね、そんなん別に乗りたくねえんだよとかって言って、別に免許で欲しくねえんだよって言ってるのにで、周りがもうみんな撮ってるから、同級生18で。で、俺が多分20歳ぐらいだと思うんですけど、の時に、で俺が拒否ってるのに、いや別に、なんかまあ教養みたいなもんですよね。それなのに、いやお前絶対取った方がいいから、絶対世界観変わるからみたいなこと言われて、同級生に、あの、無理やり、まあほぼ、ほぼ無理やりに近いですよ。うん なんか教習所なんか行かされて、で、それでなんかこう、あれですよ、なんか受け受付みたいな、なんかそういうのあるじゃん。そういうのやらされたんですよ。うん。<laughs> で、もう自分別に取る気もなかったんで、そう。で、まあ一応なんか行ったら行ったでお金払っちゃったんですけど、で、なんか別に取る気もないんだけど、まあでもなんかこう、なんていうの、教習所になんかこう他にほら、いろんな人がいて、で、なんとなくなんかこう、あれ。 な、みんなに流されて、うん、なんかまあ一応その、でもお金払っちゃったから、その、まあある程度は通おうかと思って、でも結局、なんかその、うんとね、なんかそれが通いのやつでね、あの、なんだっけ、なんか第一段階、第二段階っていうのが確かあったんだよね。で、それで、第一段階の授業をまず全部受けるのよ。その、学科のね。うん、授業を全部受けて、で、そうすると確か、 確かだけど、第一段階の学科を全部受けた人が、その第二段階に進むためのテストみたいなのが、それは教習所内のテストね。教習所内の。教習所内のテストみたいなのが確かあって、で、それで、あの、授業とか、はっきり言って全く聞いてなかったのよ。俺取る気ないから。うん。授業とかも全然聞かなかったし、あとこう、参考書みたいなじゃん。参考書ってか、あの、なんか問題みたいなやつとか。ああいうのも一切見てなかったんですよ。本当に。うん。で、それで、あの、全く勉強してないから、 で、あの、第一段階のそのテストで一回落ちたんですよね。で、一回か二回多分受けたんかと思うんですけど、で、結局別に行きたくないから、で、なんかやめれないのかなと思って、で、教習所の人に言ったんですよ、それを。なんか僕実はね、あの、受けたくなくて、<laughs> あ,のあの、お金払って受けに来てるんですけど、なんかその、 なんだろうこれ、実はなんか友達、あの、同級生になんか無理やりね、俺行きたくないって言ってるのになんかやっとった方がよやべえよとか言われたから、言われて連れていかれて、俺もぶっちゃけやめたいんですけど、これ、あの、お金とかって、ちょっとないでも帰ってこないんですかねとかって、今やめたらお金とか帰ってこないんですかねとかって言ったら、その、なんか払った額の半分は確か帰ってくるらしいのよ。その第一段階でやめると。第一段階、第二段階に行く前の第一段階でやめると、あの、半分のお金は帰ってくるらしい。うん。 で、あ、そうなんすかっつって、じゃあもう俺やる気ないし、じゃあそれでお願いしますっ,って、で、それで、あの、やめたんですよ。そう。うん。そうなんですよね。<laughs> だからもう、これは俺、俺の中でカウントしてないから、その落ちたうちに。わかるうん。で、俺は、それで、あの、俺が20、それがね、二十歳ぐらいの頃なんですよね。うん。で、俺が20、 5かな確か25だと思うんですけど、25の頃に、今度は自ら自分で免許を取りたいって思ったんですよ。うん。今度は25で、あのー、免許を取りたいって思って、で、今度は自分からだったんで、そう。だから、ちゃんと25の時は勉強したんですよ。で、これ、ニコ生で配信してたんですけど、いや、俺免許取るわ、つって。で、それで、あのー、なんだっけ。 新潟の中条教習所ってところにあの合宿で行ったんですよ。なんで新潟の中条教習所ってところに合宿で行ったかっていうと、その、時期とかもあるんですけど、その合宿のが安かったんですよね。うん。だから25万ぐらいで、あの、まあ、ちにマニュアル取ったんですけど、オートマとマニュアルで違うの。確かオートマが最短14日で取れんよ、ね。で、お、えっ、ー、と、マニュアルが最短16日間だったかな。で取れるんですけど、 で、あの、オート、あ、僕、マニュアルなんですけど、マニュアルで16日間で、えー、っと、それでなんかね、16日間、その、ホテル、ホテル、毎日ホテル、ホテル代、3食の飯代が、その、教習所負担で、25万で取れるやつなんで、で、あのね、近くの教習所だと、通いでも確か30万ぐらいあったんで、5万ぐらい浮くんですよね。しかも、あの、ホ,ホテル代とかさ、飯代とかも全部浮くし、 そう。で、あと、その、中条教習所までの、その、往復の新幹線代も出るんですよ、全額。うん。だから、そっちの方が得だっていうんで、しかもほら、最短で取れるやん。最短でっていうか、そのほら、通いだと結構時間かかるけど、その、合宿だと16日間とかで最短取れるんで、だから、その、合宿行ったのよ。<laughs> うん。で、それでまあ、ニコ生でね、配信しながらやってた。あの <laughs>、 なんだろうその、配信しながらやってたんですけど、その、帰りとか、あその、学校、学校、あ学校っていうかその教習所行って、で、帰り、その、ホテルにこう、泊まるんですけど、その、教習所が用意した。で、そこで、なんかこう、今日はこういうね、あの、講習受けましたとか、で、今から勉強しますみたいなのをニコ生でホテ、ホテルで配信してたんですけど、そしたらね、あの、場所とか言ってないのに特定されちゃって、うん、なんかな、西岡さんっていうね、配信者が、俺、なんか、 あの、俺のその教習所来たりとか、あと電話が入ったりとかしたみたいなんですけど、そう。で、それで、あの、結局、まあ、自分がその時は取りたいと思ったんで、ちゃんと勉強したんですよ、その時は。そしたら、全部一発合格でした。あの、なんだ、その、合宿の、その、第一段階、第二段階あって、第一段階進むとき、あ、第一段階から第二段階に上がるために、第一段階が完全に終了したときに、 学科と実技ね。両方ともテストあるんだよ。その実技と、あの、実技って言うんだっけあの、実際運転するなんかテストみたいな実技って言うんでしたっけ、うん、実技と学科の両方ともテストあるんだけど、で、そのテストを合格しないと第な段階進めないじゃん。それも両方とも一発合格だし、あと、第二段階に、えー、進んで、最後ほら、卒業、卒業するための、なんかこう、テストあるじゃん。学科と実技の。 うん、で、それも、両方とも一発合格でしたよ。で、あの、教習所から、なんか卒業しましたみたいな、卒業証書みたいなもらうじゃん卒業証書っていうか、その卒業証明書みたいなの。で、それを、えっ、ー、と、免許センターに持っていくと、その、免許センターの、その、学科とか実技みたいな全部省略して、いきなりテストを受けれるじゃないですか。免許取れる。うん。で、それで俺行って、 確かね、一回目落ちたんですよね。うん。確か、あの、教習所はだから全て一発クリアだったんだけど、免許の、その、免許センターでは確か一回落ちたんだけど、一 <laughs> 回落ちたんだけど、で、もう一回すぐ行ったら、あの、二回目で受かった。うん。二回目で受かりました。<laughs> ははあ、い。まあ、それが僕の免許です。